お疲れチャンスだったです。今日はですね、クロロリーグ一次予選突破しましたということで、こちらね、前回来てたと思うんですけど、まあグローバル大会ですね。はい、こちらのメタ世界128、まあトップ128が、まあ予選突破ですよと。で、まあそこからこうだんだん絞って最終的に1位になったら世界大会ね、確定のチケットがもらえるっていう、仕様なんですけども、そちらね、一次予選突破しましたと。まあ世界128位になりました。で、まあだからもう、言ったらクロロはやってる人誰でも参加できるので、グローバル大会ね、タレベ8位があれば。だからもうクロロワの全人口の、まあ言っちゃえば128に入りましたっていうことで、その時にちょっと使ったデッキね、今日はやっていきたいと思います。さあこちらですね、こちらスケキン型のゴブドリウォールブレイカー、まあゴブドリですね。はい、でもスケキンの枠は前だと、まあ、バルキリーですかね。もう今も全然バルキリーでも使われてるんで、ぜひねスケキン持ってない方もこちらバルキリー型で使ってほしいんですけども、これマジで強いです。まあ普通に僕がこう、なんだろう、幅広くて、なんだろう、すべてのデッキに勝ちたい、世界トップ行きたいって自信持って使って、突破したので、もちろんことね、デッキパワーもあります。なので、ね、ちょっと皆さんもぜひ、ゴブドリープレイヤーに今日から、ね、やってください。ウォールブレイカーも入ってます。キアもね、言います。まあ、ということでやっていくんですけど、まあなんか、普通にクロロリーグ、今まで結構昔のチーム戦でしたけど、最近はもう個人戦にね、塗りまして、今年は世界大会合計16人かな。そう、16人いけるんですよ。今年の世界大会は16人。しかも9月に世界大会があるっていうので、まあ、ちょっと早いっぽいんですけども、まあ、その16人のうち、なんか8人の決め方が、もうなんか表に発表されてて、なんか各大会の優勝者みたいな、そうっていう仕組みになってて、今回は、なんかむずいんですけど、まあ、コミュニティ大会、誰かが主催してる大会の、まあ、一部みたいな感じになるのか？なんかもうね、説明がむずいんですよ。概要欄に、カブトムさんっていう方がまとめてくださったね、リンクみたいな、ノートのやつ貼っとくんで、それ、まあ、気になる方がいたら見てください。まあ、とりあえず、世界128人に残りましたよっていう、まあ、今日は報告ですね。で、まあ、そのデッキは何のデッキっていうので、まあ、ゴブドリだよっていう。さあ、で、こういうね、このスキキンもまあ、強いのはね、このソウルコールですよ。まあ、強いのかどうか。たまにもうゴミみたいなね。これで2個使うねんっていう、あ、恥ずかしい時もあるんですけども、やっぱ刺さると強いよねっていう。で、こういう、まあ、ゴブドリウォールブレイカー、吹きは、まあ、ウッドコカツみたいな、どっかにウッド絶対では使わないといけないのでっていうので、まあ、相手が一歩ウッド咲いた時とかにね、ソウルコールとかしとくと、意外とね、ダメージが入ったりみたいなところも、まあ、あるので、まあ、意外とこう、事故を起こせるし、まあ、なんだろう、単純にウォールブレイカーも強いしっていうので、まあ、デッキパワーの塊かな。で、結構高回転に見えると思うんですけど、いやー、そんなね、高回転でもないんですよ。あれ、ちょっと待って、これ。このデッキ、スケルトン部隊の方がいいです。スケルトン部隊の方が、まあ、デッキパワー高いし、使いやすいし、僕もずっとスケブでやってたんですけど、なんかさっき海外のプレイヤーが、たまたまこのスケの方でね、やってる人がいて、あ、スケもあるんだと思って、ちょっとスケで遊んでたら、スケのままですわ。そうなんで、まあ、スケルトン部隊ですね。スケブだったら結局ゴレとかも、インフェナイターンでも溶かせますし、まあ、陸魚も優秀だしっていうので、さすがにスケブの方がおすすめです。さあ、で、テスラ壊して、オルグ、もう忙しいように見えるんですけど、なんだろうな、もうそう見せてるだけみたいな。全然大変じゃないです。ゴブドリ飛ばします。で、じゃあもう後ろからね、まあ、これスケブだったとしたら、まあ、ケツ吹き合いでもいいのか。で、スケキンとかで合わせて、で、手札にウォールブレイカーが回ってきて、一旦飛ばすんですよ。まあでもテスラ残ってるから飛ばしてもいいんじゃないか。いや、で、今回の相手、普通にディガっぽいだ。ゴリゴリディガっぽいなんで、意外とこの相性がちょっと悪めっていう。実はね、今頑張ってるけど、実はちょっと相性が悪めって。さあ、5打って、ダメージを稼いでいこうぜ。いやー、ゴブリンがハミ？いやー、あいつはすぐハミ出るからね。で、ドリル回して、みたいな、もう、なんて言うんだろうな、結構チンパンです。はじめ、とりあえずウォールブレイカー回っていたらウォールブレイカー飛ばすし、まあ、ゴブドリは、まあ、相手がこうね、メガナイトとか持ってないとか、ゴーストがいないとか、そういうタイミングを見極めたりした方がいい時もあるんですけど、とりあえず投げとけばいいです。ちょっとスケブ型でいきましょう。で、まあ、大会の話に戻ると、まあ、今回グローバル大会のトップ128がね、まず第1予選突破と。結構難易度高いですよね。そうで、まあ、同じ人がね、1人なんかもトップに入ってたら、まあ、その繰り上げとかで129、130とかも、まあ、突破できるみたいな感じらしいです。
で、まあ、近々かな、多分本当にいつだろう、いつかは日程が出てきたりする。4月の20日ぐらいに、まあ、二次予選ですね、世界128人を、16人にまで絞るっていう、まあ、予選があるんですよ。そう、なかなかね難易度高いです。そうなので、まあ、ちょっとそこ残れるとまあ熱いかなっていう。しかもまあ当たり前にまあ賞金も出るので、優勝したらね、あの300万あるんで、夢もありますしね。いやマジ300取ったらプレゼント企画で、ね、やりたいんですけど、いやー言っちゃえば普通に予選とはいえ世界一ってことですから、なかなかね鬼のハードルです。はい、まあ目標は一旦世界トップ8ですね。世界トップ8行けるだけでもすげえやろっちゅう。でもスケブとね、スケギンの相性も良かったし、はい、まあちゅうことで、またねちょっとこう今1次予選ですけど、2次予選は普通にまあトーナメントのなんかポイントみたいな、そんな感じで、多分デュエル方式とかだったかな。なんかまた大会、バトルの仕組みとかも変わるんで、まだ2次予選終わったら、まあ、128分の16か。なかなか、いや、渋いですけども、まあ、そこなんか、スルスルスルってこう、すり抜けてね、2次予選突破しちゃいましたっていう報告ができるように、ちょっとわしも頑張らなねっていう、もう23歳のジジイなんですけどね、ちょっと、まだもうちょっと、ね、頑張れそうなので、頑張っていきたいと思います。またゴブドリでね、勝ちたい。いや、ゴブドリなんか、しかも中身なんでもいいんですよ。その、さっきも僕、スケで使ってたじゃないですか。なんで別にスケでもいいですし、なんだろうな、もうマジアチ来るよ。もう読みで打っちゃいたいぐらい。もうバルキリでもいいし、この吹き矢とかもボンバーの方で使ってる人もいるし、縦線でもいいし、スケブも。みたいな感じで、ぶっちゃけなんかね、形がね、無限なんですよ。で、これソウルコールとかして、こっちにメガナイト使わせたいんですよね。あー、ファイスピ飛んじゃった。いや、しかもこのハミでやれる。しかもインフェね、全然使ってなかったんですけど、まあこういう時に置いて。で、この間にウォールブレイク飛ばすなり、ゴブドリ飛ばすなりで攻めていきます。いやー、このマジアチやばいね。これ、キング起動できそう、なんか。見て。いらっしゃーい。え、しかも、相手、ザップとかがないから、これで全部さよなら。で、なんか、ゴブドリの、あの、後ろにって言うんだ。これ、端にファイスピも流しとくと結構いいです。なんで、まあ、ゴブドリファイスピと、まあ、端前ウォールブレイカー。この2種類の組み合わせが強いですね。ゴスキアで回収して、まあ、こんなんも、ね、なんか攻めてきたら、おりゃ、で、ゴブドリも行って、ファイスピも行って、みたいな。だからもう結構両サイ行きますね、こんな感じで。両サイゴリゴリ行って、まあ、ソウルゴーとか言って。しかもこのね、スキルがね、結構強いから、これだけでメガナイト意外と飛ばせるんですよね。さあ、で、インフェは置いて、フキア置いて、マジアチャこんにちは、来ない。まあ、これしっかり飛んでもいいね。で、ウォールブレイカーで釣るみたいなこともできるのはできる。さあ、もうこれも勝ったんじゃない？あと、ファイボもぶち込めばいいんじゃない？さあ、スケキン出してスキル回収とかも熱いけど、ファイボでぶちのますの気持ちいいさあ。いや、なんか、いや、マジでね、高回転ぶってるだけですけど、この時全然あの高回転でも何でもないので、マジ高回転ぶってるだけなんで、これ、本当にね、ちょっと皆さんぜひ使ってみてください。いきます。あのね、なんだろう、もう、ウォールブレーカーが回ってきたら一旦飛ばすとかでいいんですよ。で、まあ、ゴブドリでいいか。まあ、なんでもいい。端前引きはでもいいし、まあ、基本でもなんか、動きたいですね、自分から。で、ドリルに対してゴルナイが来たので、まあ、ゴルナイに対しての、受けとしてスキキン出して、ウォールブレーカー回ってきたので、逆攻めます。はい。で、後から対応かな。ここにウッドとかなんかね、まあ、ウッドをさっき使ったか。使ったら、スケブとか吹き矢で守れるよねっていうので、さあ、まあこのインフは別に吹き矢でも壊せるんで、まあ無理せずね。さあ吹き矢で対応で、次ファイスピでドリル回るんで、端前出してもインフで溶かされちゃうんで、低めのファイスピからのさあドリル、まあ、これですね。これはもう同じことをずっとやっていくだけですね。で、なんか相手のユニットに、まあたまに刺さればファイボとか打ってもいいですけど、基本的に、でこれ暇なんでもうケツ付近しちゃいます。基本的に、あの、序盤にスペルは使いません。上手い人ほど序盤はもうユニットで畳みかけるっていうのを意外と覚えておくと結構いいかもしれないですね。でさ、ウォールブレイクが回ってきたから攻めると。いやー、でもスケキンマジでね、ソウルゴール使ったも大したダメージにならないんで。
それ後ろから出して、いやまあ吹き矢からのあのゴブドリでもよかったですけど、まあここはさ攻めていこうか。でゴルナイを止めながらゴルナイだけね、モガンディーガーはしょうがないと。でこのスキルというかもうスキルね、もったいないと思ったらしっかりねスケキンで回収してあげます。もうなんか同じなんですよ、このサイクルをただ無限に繰り返していくだけなんですけどね。そうでウォールブレイカー回ってるから攻めたいよねっていう、そう思ったあなた正解です。でまあインフェが来るかな今回、どうなんだろう。なんでここはソウルコール使っちゃって早めにあのしばいてもらって、インフェがね、さあでこのディーガーがちょっと嫌だね。でたまにこう同サイドのゴブドリオールブレイカーとかもありです。でこれウッド最短で絶対ユニット来るんで5打ってあげて、あでもなんかあれだね、負けそうだな俺なんかドヤ顔でさ解説してんだけどさ余裕で負けそう、やばい俺のこの吹き矢はね、ヘッピーやばい。さあでドリルをたまにはこう横にずらしてあげます。これも意外と使えるんだね。さあでソウルコールでデリバリー待ったね、デリバリーが降りてくるかな、エレキか、まあいいや。さあデリーで、これはもう相手がねディガーとか飛ばしたいよねっていうタイミングにかぶせてもう攻めていきます。もうちょっとあの勝ちに行かないといけないんで、今からね結構攻め攻めのプレーをやっていきたいですね。こうなるとねもう回転がめちゃくちゃ速くてね大変やんってなるんですけど、まあ、ぶっちゃけ慣れみたいなとこあるんで。さあでソウルコールも使って、あとはねゴブドリ5を打っとくと基本的にねほぼ確定ぐらいダメージ入るもんなんですよこれ、ゴブドリ。そうだからまあなんかああハミが入る、だからもう最後の方1000ぐらい切るともうゴブドリ5でたまたまスケキンのスキル溜まってたらソウルコールしたらそっち落ちちゃったみたいなことの繰り返しかな。結構ガチでねインフェもあって、なんでインフェで大型いける、吹き矢でスケラいける、うん、スケブスケキンで陸系いける、なんかね、まあウッドがないんで、言ったら相手の吹き矢、枯渇とかがめんどくさくはなるんですけど、言うと相手のゴブリンバレルもスケルトン部隊で完封できるんですよ。で、スケルトン部隊用にね、ちょっと前のゴブリンバレルと、なんて言うんだろう。なんだ、なんかいろいろ違うことしてきたら、スケキンだけで守れたりとか、なんかね、結構マジ何とでもなるんですよね。さあここはさすがにスケキンのスキルで耐える。でここはもうねしょうがないですね、浮きがないんでファイスピぐらいで強してあげて、相手が矢まで使ったのでこの瞬間ウォールブレイカーとか投げてあげてね、よいしょ、ウォールブレイカーとりあえず投げとけばいいっすね。でこれどうだろう、まあスケキンが余裕で回ってるっすね、スケキン系か。さあ吹き矢、おなんか同じなの似てる似てるちょっとだけ。さあで、ここはもう許容でいいんですけども来たのでどうしよう、あこれやばい、待ってガチやばい、本当に何やってんだ俺は。まあインフェ出すでもファイボスでも何でもよかったんですけど、今の受けだけダメでした。でまあこれぐらいスキル使ってるな、溜まってるなら使った方がいいですね。うん、であのメガナイトはまあスケキンがなかった時にどう受けるかっていうのはね、まあ別に何でもいいっすよね、スケブで受けようが真ん中ファイスピからのウォールブレーカーで釣るみたいなんでもいい気がします。さあやん、まあいいや、キンキッドしてくれるならいいや。でスケキンはもうめんどくさいのでインフィ置きます。もうぶっちゃかんと700なんでね、まあ700はドリルで確実に削りながら、なんだろう、削れそうにない時に、まあ、攻めファイブとか、なんかいろいろやっていけばいいかな。で、毎回削れてる側には毎回ウォールブレイカー単品ぐらい飛ばしておくといいですね。なんか、ニコスの攻めがちょうどいいんですよね、これ。そう、相手からしたら730守りたいから、ウォールブレイカーぐらいいいやってなるんですけど、こうやって逆サイ、毎回削れてない側に、ウォールブレイカー投げとくだけで、ゴブドリとかだったらコスト使いすぎになるんで。それだけでなんか、なんて言うんだろうな、むずいんすけど。よいしょ。2コスだからこそ相手が無視してくれて、気づいた時にはね、僕の21プランが完成するっていう。相手がいちいち追いついてる時にも、毎回2コスでね、こそ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 削ってたのが、まあいい役をね、やっぱりしてくれるっていう感じかな。よいしょ、レッツゴー！
もうこういうのだったらもうフィーバーですよね。もうスケルトンとかもドルとかもいっぱい入っちゃって、まあ、ウッドとかないですけども、やっぱ吹き矢、ファイボ、まあ、スケキンであったりとか、こうダメージ受けながらの許容のカウンターをしていくっていうので、ドリルが強いんですよこれまた。そう、まあ単純に使いやすいと思うんでね、一回騙されたと思って使ってみてください。さあ、イロハさんよろしく。イロハにホヘとチリヌルを、我が世タレスみたいなやつですよね。我が世、やべ、中途半端なのになんか俺知ってるよアピールして恥かいてる。さあ、ここは相手がロイフ攻めてきたんで、まあ、言っちゃえばゴアドあるんですよね。っていうので端前エスケギンとかして攻めてます。あー、これロイフ、あー、ゴルナイ走ったらやばいな、これ台無し。うん、さあ、まあロイホグはちょっとレアですね。なんかいても最近ぶっちがあのロイホグじゃないから、あー、これいらなかったな、多分もったいないな、一発として受けなかったっす。さあ、ロイホガー三子だ。エリポンが入ってないですね。なんかエリポンが今強いんですよ。でエリポン三子も結構流行ってるんですけど、エリポン入ってない三子はまあちょっとレア。まあ三重子が強化されたんで、まあその影響もありきりって感じかな。さあ、まあエリポンには配棒というエリポンないです、嘘です。で、あとまあゴーストめんどくさいっすね。ゴーストがドリルに強いんでね。これさ、相手がねウッド、いやタレババでしたね、やっぱ記憶力 GG。 サフキアとファイスピ、耐えていきましょうか。まあ、ゴーストいるとドリルもこう刺さるもんも刺さんないんで、このゴルナイスケキンで受けてからのゴブドリは熱いかもね。さあ、感染にはちょっと珍しい。ここは単品で行ってもいいんです。行っても結局ゴーストで行かれるんで、それなら、こうね、タイミング合わせてこうやってね、おしゃれに攻めていったら、どっちかはやっぱこう入るみたいなね。こういうおしゃれさも兼ね備えてる。いいね。両方入ってきた。でスケキンのスキルはアイゴリにマジで弱いんで、まあゴースト受けるようにも使って、でこういうとこでゴリゴリいっちゃったりもね、たまにめちゃくちゃいくみたいなね。さあ、でもあれはこれもねゴルナイどうでもいいっす。まあどうでもいいことはないんですけど、いわゆる男の許容っていうやつでも許容しすぎてやばい。あ、でも一本打ってる俺、1本折ってるので、これ折られなければいいんで、ということは勝ちです。勝ちです。だってあれで滑れたるだけっすよ。折られなければ負けないってことは守れるっすもんね。100-0で守れるんで負けはないです。さあ、でこれで、ああ、そっち行ったね。そうそうそう、いやー硬いですね。三重式にももうスケキン、スケキン、スケブ、ウォールブレーカー、ハイスピ、なんならゴブドリも緊急であってみたいな。まあ、陸関係の相手には基本的に何でも勝てますよねっていうのが、まあ、このゴブドリに強いところですね。まあ、しかもね、インフェも、吹き矢もあるんで、空にも行けるっていうので、ガチで強いので、ちょっと皆さんぜひね、こちらゴブドリ、ウォールブレーカーやってみてください。まあ、これ、バルキーでいいです。そしてね、二次予選の方もね、頑張りたいと思います。よければチャンネル、高評価もお願いします。では、お疲れ様でした。またね。